枕の宗詩、枕の宗詩、枕の宗詩とは、平安時代中期に中宮や帝に仕えた女房、清少納言により執筆されたと伝わる随筆。ただし本来は、女子の斧を入れずに、枕宗詩と呼ばれたとい。執筆時期は正確には判明していないが、長宝三年、西暦千一年にはほぼ完成したとされている。枕宗蔵枕始�詩、 枕草子とも表記され、古くは、清少納言記、清少納言章などとも称された。虫は、木の花は、凄まじきもの、美し、着物に代表される、ものづくしの類似商談をはじめ、日常生活や四季の自然を観察した随層商談、作者が出資した中身や停止周辺の宮廷社会を振り返った、回想商談、日記商談など多彩な文章からなる。 このような三種の分類は、池田機関によって提唱された、全校枕の創始解説、1957年。もっとも、分類の仕方が曖昧な商談もある。例えば第一弾、春は、明けぼのは、通説では、随走商談に入るが、異論あり。ひらがなを中心とした和文で綴られ、総じて軽妙な筆地の短編が多いが、中間白化の没落と清少な言の使えた。 中身や低の身に降りかかった不幸を反映して、時に、かすかな感傷が混じった心情のトロもある。作者の洗練されたセンスと、事物への鋭い観察眼が融合して、源氏物語の心情的な、ものの哀れに対し、知性的な、お菓子の美世界を現出させた。総じて簡潔な文で書かれ、一段の長さも短く、現代日本人にとっても読みやすい内容である。 ただし、口述するように、枕の創始の内容は、伝本によって相違しており、現在ではそれら伝本はおおよそ雑誌形態、三観本、農陰本と類産形態、境本、前田本の二つの系統に分けられている。雑誌形態の本は、上で述べた三種の商談をバラバラに並べているが、類産形態の本はそれらを区別整理して編集したものであり、この編集は、 作者の聖昌納言より、後の人物の手によってなされた問い。しかし、雑誌形態の伝本である三観本と、納陰本においても、商談の順序や本文に、かなりの相違があり、清昌納言が書いたという、枕の葬詩の原型が、どのようなものであったのかは明らかではない。枕の葬詩という署名全体について言えば、この作品がこの署名で呼ばれるようになった当時において、枕の葬詩は、 一般名詞であった。枕の宗始の執筆動機等については、端末の抜群によって推量するほかなく、それによれば、執筆の動機及び命名の由来は、内外人コレチカが、妹中宮の帝氏と一条天皇に、当時まだ高価だった領子を献上しとき、帝の方は、式を書写されたが、こちらは何を書こうかという帝氏の家紋を受けた、聖昌納言が、枕にこそはははべらめ、 三冠本系による、なお、農院本家ヘッポンは、枕にこそ端は,はべらめ、農院本冠本は、これたまいて、枕にし、はべらばや、境本とまえた本には、該当記事なしと即答したので、ではお前に与えようとそのまま紙を貸しされた、と記されている。 枕の創始の名もそこから来るというのが通説であるが、では肝心の枕とは何を意味するのかについては、古来より研究者の間で論争が続き、未だに解決を見ない。田中茂太郎は、日本古典全書、枕冊子の解説で、枕の意味について八種類の説を紹介したが、そのうちの代表的な説を以下に述べる。他にも漢詩文に出典を求めた池田機関や、 ことの葉の枕を書く創始であるとした、織口忍など、他にも異説が多い。また、映画物語に美しい重ね色を形容するのに、普通名詞としての創始が用いられたことも指摘されている、石田城に角川文庫、枕の創始解説。近年、2014年歴史学のゴミ文彦は、当時、東風、唐用に対し和風、 和洋のものが意識されて多くの作品が生まれていることから、これは、式イコール式を式と連想し、定子に対して聖章納言が、式を枕に書きましょうかというつもりで答えたのであり、当の式が書写されたことを踏まえ、その式にあやかって、式を枕にした和の作品を書く子を宮に提案したものとする新説を唱えている。すなわち、枕の創始が春は、 明け物から始まるのは、まず最初の話題として、春夏秋冬の四季を取り上げたということである。なお、萩谷僕は、本文の解釈から、蒸気の停止より髪を賜ったという話は、清少納言の作った虚構であるとしている。源氏物語に被見する、中古文学の葬壁として、後世の恋は、徘徊、金蔵氏に、大きな影響を与えた。鴨物町の、北条記、 吉田健康の、つれずれ草と並んで、日本三大随筆と称される。枕の草子の成立についてはその抜群に、長徳2年、996年の頃、左中将だった、源の常房が、作者の家から持ち出して世上に広めたと記しているが、その後も絶えず過筆され、観光末年頃に執筆されたと見られる文もある。源氏物語の古中、指名称に惹かれる。 枕の宗詩の本文には、原尊本にないものもあり、複雑な成立過程を思わせる。現在、枕の宗詩の伝本は、以下の四系統が知られている。これらも、伝本館の創意は、すこぶり大きく、例えば、三館本と農院本とでは、作者を別人とするしかないほどの違いがある。石田城に、鑑賞日本古典文学八、枕の宗詩創設という、 古典文学の本文工程は、できる限り古い写本を、定本、基準とする本文に用いる。枕の創始の伝本の中で最古とされるのは、前田本であるが、現在、枕の創始においては三観本を定本とし、それ、読まれている。前田本の類産形態の内容が、作者聖少納言の手によるものではなく、後人の手によってまとめられたものとされているからである。 堺本も同様の理由により一般に読まれる本文として使われることはまずない。農院本は江戸時代の枯渇寺本に定本として利用されたことにより枕の草志望中や枕の草志春書章、北村紀銀中といった注釈書とセットになって近代まで枕の草志の本文として主流を占いか。しかし大正十四年、九百二十五年、 三冠本系統の伝本、京急本を定本とした、聖少納言枕の創始が刊行されると、古活字本の本文に対する批判が起こる。さらに、昭和3年、1928年、池田機関が聖少納言枕の創始の遺本に関する研究と、大した論文において、各系統の伝本について紹介し、ルフ本、春書書本文に対する安定二年を区画本。 三巻の優位性を唱えた。この時三巻本が第一類と第二類の二つに分けられる。昭和十年、1935年には、楠木道隆が堺本との比較により、三巻本の中で第一類の本文が第二類のものよりも純正で後評価した。以後も、農陰本と三巻本との間で本文の優劣論争が繰り広げられた結果、三巻本は、 各系統の中で最も個体に近いとされ、農院本の本文は三観本よりも劣るものとされている。これは、堺元前田本についても同様である。よって三観本による本文が教科書にも採用され、読まれており、農院本、堺元前田本による本文の出版は三観本と比べて、ごく少数となっている。ただしこれは、枕の創始に限らず、 古い時代に成立したかなの文学作品のほとんどについて言えることであるが、現在と違って本を作るのに、人の手で書き写すしかなかった時代には、作者の手から離れた作品は、著者を重ねるごとに誤射語達が加わり、また意図的に表現や内容を書き換えるということが、普通に行われていた。現在、枕の創始において、全本とされる三冠本についても、作者とされる。 聖小納言の原作から見れば幾度となく、書写を繰り返した結果成立したものであり、その間に多くの改変の手が加わっていると考えられる。これは参巻本よりも、本文の上で劣るとされている農陰本や境本、前田本も同様であるが、要するに、いずれの系統の伝本であっても、書写の過程で本文に少なからぬ改変が加えられており、 三冠本においてもそれは、例外ではないということである。個々の商談については、かれこれ優劣が錯綜していて、必ずしも常に三冠本本文が、農院本本文に立ちまさっているとは断じきれない、という意見もある。以下、各系統の大略について述べる。雑誌形態を取り、三冠からなる。某及び、具置きなという藤原定家と、おぼしき人物による安定二年。 1228年の奥書きを持つ、系統の伝本で、池田機関が昭和3年、1928年に命名した。もともとは、上下2巻だったのをさらに2冊ずつに分けて4冊にした、ものが、そのうちの、第1冊を失った結果3巻、3冊になったもので、ある。3巻本は、この第1冊にあった商談がない本、第1類と、それを補った本、本 第二類の二種類に分けられる。某及び、具沖き名による奥書きには二部の枕の奏紙を人から借り、これらをもとに本文を写したとしているが、それらが、いかなる蘇生の本であったかは、くれておらず、また、異無小本不存不信、小本、よりところとすべき伝本がないので、本文に不審なところがあっても解決できないと、述べている。室町時代以前に遡る漢方は見出されていない。 原稿で読まれる三冠本の本文は、第二類本の第一段から七十五段までを、定本として用い、その後は、第一類本を定本とする形をとっている。なお、鎌倉時代後期成立の枕の創始言葉七段分が、現存しており、白描の絵巻物で、言葉書きは三冠本系統の本文を使用したものと、見られる。これも、雑誌形態の伝本で、 通常上下二巻として伝わるが、その商談の順序は、同じ雑誌形態の三巻本とはかなり相違し、また内容にも相互に出入りがある。聖昌納言と隕石関係にあった農院帽子、その姉妹の一人が聖昌納言の実施立花側長の妻が所持していた本であるという奥書きがあることにより、農院本と呼ばれる。類産形態を取る。上下二巻で、 堺に住む道派という人物が所持した本を、元気元年、1570年に、清原茂方が所写したとの奥書きがあるので、堺元と呼ばれるが、現在この系統で、近世以前に遡る写本は確認されていない。階層商談と抜文を書く。その伝本は2種類に分けられている。類三形態の伝本で4巻。第一巻に1七7段。 第2巻に89段、第3巻に102段、第4巻に32段を収めるが、さらに第5巻があって紛失したかと言われる。上記の3巻本、農医運本、境井本にはない商談を含み、同じ類産形態の境井本とは商談の順序が異なっている。この系統の伝本は、かがまえ伝来本、前大区徳改造があるのみである。金巻への箱に入っており、 その二には金造岩で、清少納言枕の宗子とある。鎌倉時代中期の書写で、枕の宗子の伝本の中では、最古のものとされ、重要文化財に指定されている。寛永六年、1629年4月に、徳川秀忠が、江戸の前立を訪れたおり、この前、田元、枕の宗子を、薪絵の箱と共に、床の間脇の棚に飾ったとの記録があり、 これ以前に前田家に入っていたと見られる。本文は前田家本枕冊子真中に本国がある。定本について中期のないものは三観本の本文による。枕草子を平易に理解する入門編としては現代語訳された小説、漫画等がある。ピーター・グリーナウェイ監督による1996年公開の映画ピーター・グリーナウェイの枕の草子。 ザ・ピローブックは、現代の清少納言、清原徳子の話を標榜している。とはいえ、ストーリーはエロチックであり、ヒロインに日本人でなく香港の女優を起用し、舞台の情景は、物語の中では、京都としながら、実際には、香港で撮影されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。